エレン、お前が母さんを助けられなかったのはお前に力がなかったからだ。俺に勇気がなかったからだ。エレン、聞いてくれ。もう十分だ。きっとこれから何百年先、誰もパラディ島に手を出せない。エレンをここまで追い込んだのは僕らだ。調査兵団13代団長エルヴィン・スミスより提案させていただきます。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ。わかるだろう、リヴァイ。ようやく来たって感じだ。私の番が。今最高にカッコつけたい気分なんだよ。このまま行かせてくれ。何にも変わってねえな、お前は。何にもできねえじゃねえかよ。エレン、私はあなたの罪を一緒に背負いたい。あなたと同じ罪が私たちにもある。だからもう私たちを遠ざけないで。過去の世界では巨人に対抗する力を高めた者ほど巨人から離れられる。どうしてこんな茶番になると思う？そりゃ無責任ってもんだ。俺たちは兵士だろ。いくら不利な状況でも逃げてはいけない時がある。だとよ、エレン。今ならケツに蹴り入れるだけで勘弁してやる。おい、なんとか言ったらどうなんだ。兵長、もちろんです。この飛行艇を飛ばすために仲間を大勢殺しました。あれを無意味な殺戮にするわけにはいきません。ああ、そうだ。エレン！サシャのことでお前を憎んだけど、本当はお前だって悲しかったんだよな！なのにちっともお前の立場になろうともしなかった！巨人博士のハンジさんなら何でもわかるようですね。我々マーレよりも。その始祖の巨人はご覧になられましたか？信じて。もう争う気はないの。私はただファルコを返してほしいだけ。そしたら私たちはどこかに消えるから。サシャって飛行船でガビに撃たれた仲間の兵士ですよね。どうしてですか？俺に復讐するつもりですか？よくないですよ。あなたはバカなんですよ。ええじゃなくて、バカにそんな重要なこと任せられるわけないじゃないですか。嬉しいんだよ。私たちは生まれのことで重い荷物を背負う者同士なんでしょ。ミカサが一緒ならこんなに頼もしい人いないよ。こいつに貸しを作って恩に着せるためだ。こいつのバカさには期待できる。わかりました。兄のことは一旦頭から話します。こんな地獄はもう僕たちだけで。エレンの昨日の演説が効いたみたいね。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。ジャンは強い人ではないから、弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて現状を正しく認識することに長けているから。さっきはエレンに遅れを取ったけど、今回は負けないぜ。耳が赤かった。嘘ついた証拠、ミカサに手伝ってもらったのね。9つの巨人にはそれぞれの特性がある。私に宿る進撃の巨人にも。ただいまより第104期訓練兵団の入団式を行う。私が運悪く貴様らを監督することになったキース・シャーディスだ。お前の判断を聞いているのではない。避難が遅れている今は住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。なお承知しているであろうが、敵前逃亡は死罪に値する。皆心して命を捧げよう。解散。確かに彼らの反抗的な態度は明らかです。かといって有益な情報を引き出せそうにもない。予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。今現在も巨人が町に入り続けてる。町に巨人が充満するほど奪還作戦の成功率は絶望的になるわ。30日後に兵站拠点作りの壁外遠征か。それも今期卒業の新兵を交えると。さぬか、この不届き者め。神より授かりしローゼの壁に人間風情な手を加えるというのか。
俺を束縛するつもりかペトラ。俺の女房を気取るにはまだ必要な手順をこなしてないぜ。安心しろ。ねえ、昔はそんな喋り方じゃなかったよね。もしそれが仮にもしリヴァイ兵長の真似してるつもりなら本当にやめてくれない？我々への待機命令はあと数日は続くだろうが、30日後には大規模な壁外遠征を考えてると聞いた。俺が班長のネスだ。そして相場のシャレット、こいつは髪の毛をむしるのが好きだから。君たちに装備させてる暇はない。直ちに馬に乗り付近の民家や集落を走り回って避難させなさい。僕通りだ。第四分隊長ハンジゾエと副隊長モブリットバーナーです。異例の事態だ。この審議は通常の方が適用されない兵法会議とする。決定権は全て私に委ねられている。よくわからないが、ヒッチには向いてないだとか生きがるなだとか散々なじられたよ。挙句にこのまま憲兵にいればうまい汁が吸えるとか。うるさい。あんたが町を出るならそれを拒む理由はない。何より地下室であんたの顔を眺める仕事から解放されるしね。憲兵団師団長ナイル・ドークより提案させていただきます。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきだと考えております。クリスタ、コニー、もっと下がって。では負傷した二人を任せたよ。数えきれないな、この狭い壁の中で。なぜ今まで戦争が起きなかったかわかるか。辛い立場なのはわかるよハンジさん。だから目を見て言ってくれ、信じていいって。違う、私はこの子の母親ではありません。私と何の関係もありません。彼は自分の運命を悟ったのだよ。彼に奪われた力はあるべき場所へ帰るだろう。巨大な力に対し人はあまりにも弱い。私は巨人大戦の悲劇で悟りました。ケニー、この世界はそう遠くない未来必ず滅ぶ。そのわずかな人類の黄昏に私は楽園を築き上げたいのだ。よーリヴァイ、本当はおめえに構ってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんだな。あ、いや、お父さんもよく知らないんだ。あ、ほら、もうじきイエーガー先生が来る頃だから、先生に聞いてみようか。この刺繍は私たちの一族が代々伝えてきたものなの。ミカサも自分の子供ができたら教えてあげるのよ。俺はエレン・クルーガー。今見せた通り9つの巨人の一つを宿している。つまりはお前と同じユミルの民だ。君たちが目指すマーレの戦士だ。もっとも私の獣の巨人はあまり戦争の役に立たないから、ここで玉遊びなんかしてるんだけど。ライダ、すまない。お前は本当は戦士に選ばれるはずじゃなかったのに。俺がお前を持ち上げたり。いや、素晴らしかったです。エルディア人がマーレ軍元帥に意見を通すなんて。そもそも9年前に俺が鎧を継承していればこんなことにはならなかった。兄貴がお前をかばって。カヤの中にも誰の中にもみんなの中に悪魔がいるから世界はこうなっちまったんだ。明日は皆様をレベリオ収容区に招待させていただきます。そこはかつて多くの国の民を虐殺した。エリサ、タイバー家の務めご立派でした。語尾は違うのか。先月まで殺し合ってた中東連合の国々も含まれるんだぞ。俺の一家は外国の収容区から移ってきたからわかる。アルコ、酔っ払ってんの？マーレ海軍が海からやっつけてくれないのかな。その通りだ。飛行艇の操縦だけなら俺だけでもなんとかなるだろう。だがアズマビトの整備士がいなければ。ジークとエレンを結びつけたのは私です。この大殺戮を招いた罪をあがなう術など存在しえないでしょう。南へ逃げると分かっている敵を追うなら機関車を使った方が早い。
馬を休ませながら移動するよりずっと。迅速な対応に感謝いたします。全兵団に一切の抵抗を禁じ、我々の要求通りここシガンシナ区に兵士を集結くださるとは。飛行艇が飛んだところでエレンの位置がわからない。時間はさらにかかる。そもそもここで半日持ちこたえることも不可能だ。男二人、お前らの寝床はここだ。お前らずっと地下のゴミ溜めで暮らしてきたんだろうが、ここは清潔に使えよう。ヤンの確認は取れた。確かに一流の病院に入ってる。馬車の男の身元も間違いない。あの仕事は本物だ。迷い込んでたんだ、多分通風口から。だから地上に出してやろうと思ってさ。まずはエレン、俺の話に応じてここまで来てくれてありがとう。俺の考えはイエレナから聞いた通り。